こんにちは、ワインブックスの前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはバローロとバルバレスコです。この2つはイタリアの人気ワインです。このようにパッと聞くと別々のワインなのであれば別々の動画で解説しろよというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。この2つは名前も似ていますし、生産エリアも近接していますし、かつワインの性質も似ています。そのため対比としましては、バローロはワインの王様、バルバレスコはワインの女王様というふうに称されることもあります。この2つは類似点も多いため混同されている方も多いかもしれません。そのため今回の動画ではバローロとバルバレスコ、この2つのワインの全体像とポイントを押さえた上で類似点と相違点をできる限り分かりやすく丁寧に解説します。なお、ここ数回の動画でソムリエ二次試験対策についての動画を上げましたので、これから一次試験を迎えるという方にも僕なりにできるアドバイスを簡単にさせていただきます。試験につきましては、おそらくこの段階ですでに理解度が合格点を上回っているという方もいらっしゃれば、ボーダーラインの方もいらっしゃるかもしれませんし、またボーダーラインにもなかなか達していないという方もいらっしゃるかもしれません。この中ですでに合格点に達しているだろうという方には私から申し上げることは何もありません。ただし多くの方はおそらく合格に達しているのかどうか、これが不安で仕方がないでしょう。この場合については客観的な資料として試験の直前のピーキングというキーワードを検討してみてはいかがでしょうか。ピーキングは試験の直前までは曖昧だった知識だったり経験がこのタイミングになって一気に理解度が増すという現象のことを指します。ソムリエ、ワインエキスパート試験もともに覚えることが多すぎて、現時点であったとしても知識が定着していないという方も多いかもしれません。しかしそれらの曖昧だった知識は試験のほんの2、3日前になってみると驚くほど理解度が上がったり、これが影響して実際の本試験では普段以上の力を発揮するということも珍しくはないのです。これは先日見れば根拠はありませんから、一つの精神論に過ぎません。しかし実際に多くの資格試験の戦術で語られていることですので、今現在精神的にきつくて仕方がないという方は押さえてみてはいかがでしょうか。何が言いたいかというと、最後まで諦めずに頑張りましょうということです。話が逸れてしまいました。今回のテーマはバローロ・バルバレスコです。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それではバローロ・バルバレスコの総論を検討してみましょう。バローロ・バルバレスコはともにイタリアの北部ピエモンテ州で生産されるワインです。ワインのタイプは2つとも赤ワインのみでフルボディに仕上がっています。まずはこの2つのワインの共通するポイントを見てみましょう。この2つのワインはともにイタリアの格付けでは最上級の DOCG デノミナツヨネオリチーネコントロラータエガランティータに格付けをされています。ブドウ品種はともにネッビオールというブドウを 100% 用います。もともとはバローロにせよバルバレスコにせよバルベーラなどのブドウがブレンドされていたこともあったのですが、ワイン法の確立とともにこれらのブレンドは禁止をされ 100% ネッビオールで作らなければならなくなったのです。生産者からすればこれは厳格すぎるというふうに判断したのか、 10% 以内のブレンドを認めるように働きかけたこともあったのですが、今のところブレンドは一切認められていません。ブレンドを認めることによる柔軟性よりもワインの特質性だったり個性を追求する姿勢を重視したということでしょう。このネッビオールという品種は酸味も渋みも非常に強く、この酸味や渋みというのは熟成をブロックする性質があります。そのため本来のスピードよりもゆっくりと熟成が進み、これが結果として長期熟成型のワインに仕上がります。そのためバローロにせよバルバレスコにせよ、できれば最低でも10年間は寝かせてからいただきたいワインで、銘柄によっては数十年の熟成に耐えうることができて、熟成を経ることによって豹変する品質を持つワインでもあるのです。ではこのネッビオールというブドウを少し深掘りをしてみましょう。ネッビオールは晩熟型の品種で、収穫が一般的なブドウよりも後ろ倒しになる品種です。収穫期が遅れてしまいますと気温が下がり、これに合わせるようにして霧が出始めますから、この霧の意味のイタリア語のネッビアが語源とされています。1512年にはラ・モルラ村にネビオリウムというブドウの名前があったとされていますから、この頃にはすでにこのエリアでネビオールが栽培されていたということになります。なお意外なことかもしれませんが、このネビオールという品種はイタリア全土のブドウ栽培面積から言えばたった 1% にも満たないような栽培面積です。それであったとしても拡大傾向にあって、ほんの20年前まではこの半分以下の栽培面積しかなかったのです。にもかかわらずここまでの知名度と人気があることを不思議に思いませんか。これはなぜか、ネビオールはピエモンテ州とお隣のロンバルディア州の一部、これ以外ではほとんど成功事例がなく、土壌と環境、それから栽培技術を選ぶ大変に気難しい品種なのです。そのため気軽に世界のワイナリーが手を出せるような品種ではなくて、結果としてこの地域に狭く限定されているのです。実際に以前はウルグアイだったりカリフォルニアで栽培が試みられていましたが、この栽培環境の難しさからどうもうまくいきません。そしてそのうちにこれじゃあやっていられないということになって、カベルネ・ソーヴニヨンやシャルドネに取って代わられたということになるのです。ブドウ品種の特質性ばかりでなく、付け加えるとこのエリアは白トリュフに代表されるようにグルメの聖地でもあります。これはあくまでも想像するしかありませんが、ワイン生産者の身になってみれば料理があれだけ素晴らしいんだから、これに合わせるようにワインの品質も唯一無二の個性あるワインにしよう、このように考えるのは想像に安いでしょう。このようにネッビオロ種は他のエリアでは栽培されずに、料理の質に合わせるように
個性と特質を持ったワインに仕上がったということになるのです。渋みや酸味が強く、一般的にはネビオラ熟成することによって土だったりトリュフ、紅茶やバラ、タールのような香りを持つようなワインに仕上がるとされています。いかがでしょうか。バローロとバルバレスコはこのように多くの共通点、つまり近接した栽培地域、ワインのタイプ、それからブドウ品種に及びます。パッと聞くとこれじゃあ同じワインじゃないか、分かりづらいからいっそのことを一つにしちゃえばいいのに、このように思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれはまだ少し早いですね。似てはいますが異なるワインになるためには、これにはやはり相当の理由があるのです。それでは次にこの2つのワインの相違点を検討してみましょう。それではバローロとバルバレスコ、この2つの相違点を検討してみましょう。一般的に言ってバローロはワインの王様、バルバレスコはワインの女王様と称されますから、これは先日見ればバローロは男性的で力強く、バルバレスコの方はしなやかで女性的という意味です。ただしこれは考えようによっては古い表現で、近いうちにワイン界であったとしても何らかの議論があってもいいかもしれません。男性だから力強いとか女性だからしなやかだというのは性差で決め打ちをしているようで、個人的には違和感を感じています。ではこの違いは何から生まれるのでしょうか。まずはバローロのワインの生産エリアを見てみましょう。バローロのワインは主にバローロ村、カスティリオネ・ファレット村、セラルンガダルバ村で生産されます。この中でも特にバローロのワインについては特に斜面の中腹に限定されていて、平坦地だったり斜面の向きによってはバローロの名前を名乗れないことになっています。19世紀の頃にはすでに名手として名前が知られていて、しかしどうしたことか1850年頃まではバローロワインは甘口であったとされています。というのもこの地方は寒くて、かつネビオロは収穫が遅いため、収穫を終え発酵の途中で気温が下がってしまい、これによって発酵が自然に止まってしまって甘口ワインに仕上がってしまうのです。しかし一方でフランスを見てみると、この頃にはすでに辛口のフルボディのワイン、つまり現在でいう高級ワインの原型が出来上がりつつある頃でした。その意味では遅れを取っていたワインということだったのです。これに発奮をしたのか、当時の最新技術を用いて、それまでは甘口ワインに仕上がっていたバローロを辛口ワインに仕上げたところ、これが他では見られないような結出するワインに仕上がったのです。そしてこの辛口のフルボディのバローロを飲んだ当時のご両親様が、この味わいを大層気に入り、気を良くしてバローロをワインの王様だと称したとされています。一方のバルバレスコは主にバルバレスコ村、トレイゾ村、ネイベ村で生産されています。ただし元々はバローロの方が一足早く有名になったため、バルバレスコの方はなかなか芽が出ず、バローロのワインの供給源とされていた頃もあったのです。しかしバルバレスコの栽培エリアの特質に気づいた若手の醸造家が、少しずつ高品質なワインを生み出すようになります。こうなるとバローロもバルバレスコも共に世界に誇るようなワインになる、このようになるのですが、では一体この2つの味わいの違いはどのようにして生まれるのでしょうか。このようにバルバレスコの立地を検討してみると、タナロ川という川の近くにあることがわかります。そしてバローロの方はこのタナロ川から離れていることがわかりますね。このタナロ川が海洋性気候のような局地的な気象条件を生み出すとされています。川から発せられる絶妙な湿度がバルバレスコのエリアをバローロよりも温暖に、環境が緩和されるのです。またバローロについては斜面の中腹に栽培エリアが限定されていて、バルバレスコはバローロに比べると平均して 50m ほど標高が低くなっています。この気象条件によってバルバレスコの方が酸味や渋みが柔らかく、早く熟成が進みます。この熟成が早く進むということは、実際に法定熟成期間にも影響していて、リゼルバに関しましてはバローロが5年なのに対してバルバレスコは約4年と1年短縮をされています。また栽培面積を検討してみると、バローロはバルバレスコに比べて3倍近い大きさの栽培面積になりますので、希少価値という面ではバルバレスコの方に優位性があります。そのため比較をすると、同じくらいの評価を受けているバローロとバルバレスコでは、バルバレスコの方がやや高い価格を設定されていることが多いです。はい、いかがでしたでしょうか。今回はバローロとバルバレスコを検討してみました。このようにもともとはバローロが注目をされ、これをバルバレスコが追った。しかし両者の間には栽培環境に違いがあって、これによって出来上がるワインには品質に違いがある。そしてこの違いとは川の影響だったり標高の違いなのではないかということを確認しました。もちろんこれらの環境の違いに加えて、ワイン生産者の酒造りのスタイルだったり、あるいは消費者のイメージに酒造りを合わせるということも当然検討できますね。おそらく多くのワインファンはバローロはワインの王様、バルバレスコはワインの女王様というキーワードはしていたかもしれません。しかしではこの違いがなぜ生まれるのかというと、これはワインオタクの出番でしょう。このオタク行為に関しましてはお任せください。今度バローロだったりバルバレスコを味わう際には思い出してみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。